まーこさんは食べ友のお時間です。今日は最近大好きな大衆居酒屋さんをご紹介しようと市場の方へ向かっております。そんな今回のお店はこちら、大衆食堂天狗大ホールさん。地図で見てみると、地下鉄や阪急の四条烏丸の駅から徒歩7分、河原町からも同じくらいやと思います。四条烏丸の交差点から歩いてみますと、交差点北東角を東へまっすぐ、大丸デパートを越えてさらに進み、柳の馬場通りを越えた4つ目、富の小路通りの角、以前純駆動書店のあったビルの地下にお店はあります。女性も入りやすそうな今時の可愛らしい雰囲気がありつつ、メニューには懐かしさもあって、お若い方からご年配の方まで入りにくさ 0%、 親しみやすさが外観からも伝わってきます。それでは早速お邪魔してみましょう。階段を降りていくと、店員さんの活気ある声が聞こえてきて、ファミリーレストラン的明るくフレンドリーな店内が広がります。お店はズドンと広く、レンガ調のおしゃれで落ち着いた雰囲気、ボックス席が多くてとてもパーソナル感があるのも推しポイントの一つ。反対側の奥にはカウンター席もあるので、サクッと一人でもワイワイグループでも利用しやすいと思います。それではメニューを拝見。ナポリタンセット790円、牛すき焼き定食890円、チキン南蛮定食790円などなど、1000円以下の定食がずらりと並び、それに加え鴨せいろそばや天盛りせいろそばなどのおそばやお魚の定食、定食メニューにはご飯大盛りに特盛りまで無料という太っ腹ぶり。サイドメニューも充実していて、追加マヨネーズなどの調味料類が有料ではありますが注文できるところも、家でご飯を食べている感覚に慣れて、こちらも推しポイントの一つでございます。その他一品メニューには焼き餃子、明太春雨、もやしナムル、しめ鯖など140円からあって、お昼飲みも楽しそう。ドリンクには生ビール350円にハイボール、サワーやホッピー、ワインに日本酒焼酎など、甘い系から面白い系までいろいろとございます。そしてさらなる推しポイントなのが、コーヒー250円に洪水ティラミス390円など、純喫茶のようなソフトドリンクやスイーツが充実しているところ。お子様メニューもあるので、いつ何時誰と来てもみんなに食べたいものが見つかるという、オールパーソンオールマイティーな大衆食堂となっております。まずはタワーレモンティー390円をいただきながら、ご飯のメニューを選びます。ちなみに2時半以降に来店すると、一品メニューもドドーンと増えて、さらに充実のラインナップ。食べたいものが多すぎて10分くらいメニュー表と格闘するのは毎回恒例で、この日はまずサイコロステーキと鶏から定食990円をお願いしてみました。登場するなり食欲をそそるいい香りがしています。ジューッと言いながら熱々でやってきたサイコロステーキは、香ばしいバター醤油ガーリックの香り、大根おろしと刻みネギが添えられています。そして鶏の唐揚げ3つにキャベツが添えられ、お味噌汁にお漬物とご飯、ご飯はこちら普通盛りとなっております。それではいただきます。まずはじめにわかめのお味噌汁をごくりんちょとしてから、早速お肉をいただきます。お箸で持ってみるとふわっと柔らか、期待を胸にパクリンとしてみると柔らか、美味しい、予想を超える柔らかさでちょっとびっくりしました。最初ふわっとお肉とは思えないマシュマロみたいな感じがあって、噛み進めると安心してくださいお肉ですとばかりに、最後にお肉らしい歯ごたえを感じます。肉汁とともに広がる焦がし醤油ガーリックバターの香り、お肉と合うやつ集まれベスト3を集めたこちらのゴールデンソースは、ご飯をバクバクいけちゃうしっかり味で、
こうして一緒にいただくと最高なのはもちろんのこと、ソースの香りをしっかり記憶してかられば、記憶をたどって帰っても白ご飯一杯はいけるんとちゃうかなってくらい完成されています。そしてソースしみしみ大根おろしと合わせると、盆と正月、お誕生日とクリスマスに加え、バレンタインが一緒に来たみたいな大騒ぎが校内で起こります。夢中になって一気に食べてしまいそうなので、鶏の唐揚げにもお箸を伸ばします。お外カリカリに揚がっております。それではパクリンチョ。うわ、美味しい。こちらも水分量が予想をはるかに超えてまいります。カリカリの衣の中からトゥルトゥルジューシーな鶏が登場します。ジューシーな唐揚げってお肉同士がトゥルトゥル滑る感じ、わかりますでしょうか。天狗大ホールさんの鶏からも水分をしっかり閉じ込めてあるので、お肉の旨味そのままに、しっとりとしていて温暖湿潤気候みたい、とっても美味しいです。繁華街の真ん中でお肉と唐揚げ、しっかりご飯を食べられて990円はお求めやすいですし、この時の周りのお客様がお蕎麦を食べてはる方が多く、今度はお蕎麦も食べてみなあかんなと思いました。お昼の定食、とっても美味しかったです。ごちそうさまでした。そんなわけで、そうこうしているうちに2時半になりましたので、今回どうしても食べたかったメニューをデザート代わりに注文します。ドン、こちらいくら焼き飯990円の登場です。思ったよりも大きくて、丼一杯分くらいの焼き飯に、700円くらいでスーパーで売っているいくらのパックを上からバシャンって散りばめた感じ。メニュー通りたっぷりのいくらが乗っています。真ん中には黄身が添えられ、いろんな卵の焼き飯。そんだけ卵を食べるっていうのに、なぜだかどうしても食べたかったハムエッグ390円を注文。ハムエッグは卵を2個、3個、4個まで同じ値段で選べます。そしてお箸休め的に、夏になると食べたくなる揚げナス生姜350円をお願いしてみました。それでは2度目のいただきます。では早速、ずっと食べたかったいくら焼き飯をレンゲで崩します。いくらをたっぷりと乗せてパクリンチョ。おいしい。土曜日、学校から帰ったら出てくるお昼ご飯的懐かしい味わいの焼き飯に、プチプチ弾けるイクラの塩味と旨味。いつもと変わらない日常を送っていたら、突然今日から空を飛べるようになったとか、10分先の未来が見えるようになったとか、お金のなる木が庭に生えてきたとか、昨日までごく普通の人間だったのに急に特殊能力を持ち出して日常が非日常に変わっていくワクワク感がいくら焼き飯にはあって、漫画を貸しただけなのに高級ブランドの紙袋に入れて返してきてくれる友達みたいな、とうとう喜びにあふれています。とにもかくにも期待通り、とっても美味しいです。そしてどうでもいい情報ですが、昔目玉焼きには断然ソース派だったのに、最近お醤油派に変わってきました。さらに目玉焼きを一塊にくるんとまとめて一気に食べる食べ方も気に入っています。こうするとお醤油によって引き立てられた卵の濃厚さを余すことなく味わえる感じがします。今日もめちゃくちゃ美味しいです。はじめはイクラの粒を潰さないようにそろっと食べていたのですが、イクラが弾けてご飯と混ざってもそれはそれで美味しいことに気づき、だんだんと大胆に食べることを覚えました。イクラ焼き飯が続いた時に挟む揚げなす生姜のお加減が絶妙で、この組み合わせとても正解やったと思いました。種類豊富な美味しいメニューがお求めやすくいただける天狗大ホールさんの最大の推しポイントは、いつ来てもお店の方の機嫌がよく明るくテキパキとされているところです。この日もお昼時の忙しい時間でしたが、皆さんにこやかでとても楽しくいただくことができました。大衆食堂天狗大ホールさん、
とっても美味しかったです。ごちそうさまでした。それではそろそろ土曜日恒例の夏メロ歌謡を歌いながらお別れの時間となりました。今回の曲はリクエストをいただいた中から米米クラブさんのロマン飛行を選ばせていただきました。1990年に発売された曲だそうです。今週もマーコさんは食べ友チャンネルをご覧いただきありがとうございます。それでは皆様、素敵な週末をお過ごしくださいませ。ありがとうございました。君と出会ってからいくつもの夜を語り明かした。はち切れるほどマイトリートランク一つだけでロマン飛行へ in the sky 飛び回れこのマイハート。最後までご視聴いただきありがとうございました。再開した際にはたくさんのコメントをいただきありがとうございます。読ませていただきながら胸が熱くなりました。天狗大ホールさんは1週間に1回くらいは行かせていただいているほんとお気に入りのお店で、焼きそばとかナポリタンとか食べられていないメニューもどんどん制覇していきたい所存です。それではまた次のお店でお会いしましょう。バイナラー。